地上支配を企む悪の魔王ジアークはウソル島を七つに分断してしまった。我らの英雄マジカルハットは地上の平和を守るため今日も完全と悪に立ち向かってくれるよね。なんか変化、ピンクの虫。今から遡ること6万3000年ほど前、西の空に現れし怪しげなる風が平穏なるウソン島の人々を恐怖のどん底に陥れたという。伝説の英雄マジカルハット小話集によると、その日は12月6日。おっと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 、おいハット、今日はいくんちじゃったかね。12月6日かな。だーし、大変だよ。あら、おじいちゃん、どうしたの。昔買っといた宝くじかなんかが当たったんじゃないの。ほら、溜め込むでしょ、お年寄りって。あー、やだ、そうなの。おじいさん、大丈夫？顎が外れちゃったの。じゃあ、僕が直してあげます。えいっ、ちょっと、ちょっと、バータレが、この一大事に何をのんきに飯など食っておるんじゃよ。一大事だよ、今日、本日、この日、6万3000年ぶりに大変なことが起こるって示されておるんじゃ。おじいちゃん、カルシウムが足んないんじゃないの。ダメよ、こんなのばっかり食べてたね。こんなばっかりだ。もう今時の娘と来たら食い意地だけはして一倍じゃが、危機感というものが全くないんじゃからな。今にこの島がピンクに染まってしまってな。おじいちゃん、後ろ。え、なんだって。ほら、後ろ姿がとっても素敵だって言って。もうわしの大好物の目玉焼きを入れちゃう。わしの目玉焼き返せ、返せ、ピンちゃん。目玉焼きのことぐらいで。二人とも意地汚いんだから。大変だにゃ、空がピンクになったにゃ。ねなんと、いやー、美しい。大変なことが起こるって一体どんなことが起こるっていうの。わからんのよ、この書物ではその先がな、ほら、破けておるんじゃよ。しょうがないな。なあ、やだ。いや、どうしたある、どうしたある。急にわしが食べたくなったあるか。それは良くないことあるよね。なあれ、あの犬はいつもくんちゃんラーメンで残り物もらってった犬だよね。よく懐いてておとなしかったのにね。こらこら、犬と人間が喧嘩したらいかん。犬は犬同士。え、それ、ラッシュ。かかれ。じゃあ、本家に噛みつくとは、逮捕する。逮捕するぞ。どうなってんだ。いや、これがこの島を恐怖の底に落とし込んだという異変か。まさか。その頃、先日使いの名手タウこと、このタウじいさんが予言した通りに、島のある洞窟の中で悪魔が眠りから覚めようとしていた。やはりこの怪しげな天候と関係があるに違いないな。ハッと、すぐに調べてまいれ。あれ、この格好じゃダメ。当たり前じゃよ、このバッタレが。もっとさりげなく行け、さりげなく。分かったよ。
ちょっとくれぐれも用心していけよ。早く帰ってきてね。はいだ。だからそういう格好はやめんかい。冗談冗談。ハウディサスピンテ行ってきます。あれが本当に伝説の英雄なのかしら。バカ言っちゃいかんよ。わしはもう年だからシワシワでな、出汁も出んよ、出汁も。さあ、足ぎん。これ以上私たちを狙うつもりなら覚悟してもらうわよ。スピンちゃん素敵、かわいい。いや、やっぱり。どうなっちゃったんだ。これじゃまるで人間と動物が逆さまになっちゃったみたいだね。くんちゃんラーメンあるよ。今日は特別の鉄越しラーメンあるよ。とにかくこのピンクの風の正体だけでも早く解明しないと。ロボック、あ、よいしょ。規制すればどんな人間だろうが動物だろうがたちまち見境なく凶暴になっちゃうんだぞ。ドグッと。いやー、驚いたか。そんなことさせるか。くらい。しまった。ハトくん、うわー、カカカカカ。これでマジカルハットもおしまいだ、ドグ。さて、来週からは1週間のご無沙汰だ。マジカルドグ、今日も君たちをお茶の間に釘付けだぜ。なぜだ。なんでお前が主役なんだ。いやせやせや、冗談やがな冗談やがな、坊ちゃん。あ、ハット君が。ロボくん、何とかしてよ。そうだにゃ、虫をやっつければいいんだにゃ。変身火炎放射器だにゃ。うわちゃんも脱ぐといいだが。ああ、涼しいな。ドグ、海外行って一息するか。そりゃグッドアイディアだ、ドグ。あ引っかかったな、コアル、ドグ。
確かに虫じゃねえこいつは。しかし人間様を食い物にするとはとんでもねえやつじゃねえこいつが。これ本当よ、ちょっと私にも貸して。うり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 。でも悪魔の害虫って言われる割には可愛らしいわね。あのね、そいつをいじめてる場合じゃないでしょ。本当ですよ。ハリー、この本破れてなんかないんや。折れ曲がってるだけだにゃ。折れ曲がってるだけ。あの人間っていうのは不完全なもんじゃからしてたまにミスしたりする。まったくしょうがないわね、このおじいちゃんは。ホットケン、読めるか。うん。西の空がピンクに染まり、ウソン島に悪魔の支配が訪れしとき、我らマジカルハットは島のへそ石十字の方向の山を目指すべし、しからばそこに悪魔の魂を見出さん。悪魔の魂？そういえば昔、へそ石十字方向ナイチンゲール村に悪魔の性質が眠っていると聞いたことがあったが。なんでそれを早く言わないの。ちょっとナシ、やめれってこの、やめろって。もう年寄りをな、いじめちゃいけないのでございますよ。たくもう知ってるんだったらさっさと言ってよね。ぼっちゃ、お食事ですよ。なんだよこれ、おいら目玉焼きが食べたいぞよ。ぼっちゃ、贅沢は敵だどぐ。これだってよく噛んで食べれば美味しいどぐ。ピンクの虫のおかげでこの島の奴らはあっという間に逃げ出すどぐ。そうすりゃもうあしらの天下だどぐ。かっこ。ああ、ジアク様がお喜びなのが目に見えるようだどぐ。どぐよ、よくぞウソン中央島を制しマジカルハットを倒した。褒美としてこれをそちに送る。はは、これでついにどぐ。やあみんな、2週間のご無沙汰だよ。なんでお前が主役なんだ。冗談やがな、冗談やがな。都合悪くなるとすぐ関西弁でごまかすんだから。あれが島のへそだな。到着だにゃ。でもへそ赤十字方向って。あ、ハットくん、あそこ。ん？こっちを指してるよ。ナイチンゲール村はどこかな。あった、あれだ。世に言うナイチンゲール村、マタロナを白い天使のふるさとと呼ばれている。だがいつの頃からか人々は姿を消し、犬猫ネズミ一匹近寄らなくなったという。悪魔の魂が眠るという伝説は未だにウソン島の謎となっている。これだね。でもどうやって入ればいいんだろう。開けゴマ。ダメだ。よし、僕に任せるにゃ。変身。これで穴を開けるにゃ。私の動きは全てお見通しだね。ね、坊ちゃま。そうとも。ね、悪いんだけどさ、このラブレターをスピンちゃんに渡してくんない。あー、違うでぎしょ、違うでぎしょ。冗談やがな、冗談。都合が悪いといつも関西弁でごまかすんだから。よし、時間が頼む。
メ、これこそ我々の思うツボだどぐ。じゃーん、これが目に入らぬか。この悪魔の害虫でジーコガを凶暴な獣にしてしまうどぐ。なに？でもそんなことしたらガーゴイルだって。ん？このピンクの虫は動物の鼻の穴から侵入するんだ。仕入れ抜けて出る。しまった。ジゴが逃げろ。でーうまっ。ジゴが大丈夫？だー やめろ。逃げろ。ほっとけ。あしらは高みの見物の行き足やだが、あら、あらら、これが扉を開けるスイッチだったのね。今だ。え、なんか悪い予感がしますね、ドグ。ダグエル、ハトたちを追え。巣に戻っていく。悪魔の害虫と呼ばれし虫たち、それは悪魔の生まれ変わりかもしれん。今から遡ること63,000年前、伝説の英雄マジカルハットは悪魔の魂を巣の中に封じた。そしてその地を悪魔の魂の眠るふるさととしたという。マジカルハット伝説文庫ナイチンゲールの章より。しかしまあここも折れ曲がってたとはな。初めからしっかり読んでよね。じゃがしかしマジカルハット、コアルたちがジャングル島から虫たちを持ってきたとなると、やつらジャングル島で何か悪巧みをしていると考えられるぞ。ジャングル島、ブワッカムたもやマジカルハットにやられてしまうとは、我が息子ながら情けないわい。ごめんちゃいパパ。あやつらはすでにジャングル島の秘密に気づいただろう。お前たちはジャングル島のボス CO2 と協力してマジカルハットを倒すのじゃ。はい。今度失敗したらお仕置きじゃぞ。はい。ジャングル島を救うためにやってきた僕たち。だけど、あら
島の人たちはみんな丸々太っててとっても幸せそうなんだ。これってどういうわけ？次回、相撲もりもり森の島、マジカルカルカレー絶対見てね。